はい、こんにちは。今回なんですけれども、今ネット上で炎上している、Amazon プライムビデオの番組、キララカッツっていう番組なんですかね、これでプロポフォールっていう麻酔のお薬を、バラエティ番組の中で使って炎上している、この件について三木谷先生の意見を聞かせてくださいっていうリクエストが結構来てますんで、今回はそのことについて私の意見をお話しさせていただこうと思うんですが、で、知らない人のために簡単に説明させていただきますと、Amazon プライムビデオの番組キラーカッツ、バラエティ番組なんですけど、この番組は水曜日のダウンタウンの演出担当の藤井健太郎っていう方が手掛けるバラエティ番組なんですね。で、地上波では放送できないような企画をテーマにやってるわけであって、で、炎上したそのネタはですね、その麻酔ダイイングメッセージっていう、バラエティなんですよね。っていうのは、そのダイイングメッセージってあるじゃないですか。テレビドラマとかで、殺人事件が起きたと。で、被害者が殺されて、死ぬ間際にメッセージを残すんですね。犯人は誰々って、自分の血で書いたりとかって、それが、できるのかみたいな感じのね、企画だったんですけれど、で、プロポフォールっていう静脈麻酔薬があるんですけど、それを芸人さんに投与するんですね。通常は点滴留置針入れて、で、そこからですね、速管からプロポフォールっていう液体を流すと、意識がふわーっと落ちていって、眠りにつくっていう、そういうお薬で、高須クリニックでもですね、普通に使われているわけです。全身麻酔の導入とか維持とか、静脈麻酔薬として使っているわけであって、通常ね、僕はね、個人的に自分が使うっていうことはね、ほとんどしなくて、どっちかっていうと全身麻酔の時に麻酔の専門の先生がつきっきりでプロポフォールを使ってくれて、で、僕は手術に専念すると。なので、包胸手術とか広範囲の脂肪吸引とか頬骨を削ったりとかね、そういう全身麻酔の時に麻酔の先生に使ってもらうってことが多いですね。どうしてもね、やっぱり手術しながら自分でね、プロポール使うっていう先生もいるんだけど、それにちょっとリスクが上がるんですよね。また後で、詳しく説明するんですけど、そのプロポフォールを使って、で、芸人さんがふわっと眠って、その時にダイイングメッセージが残せるかみたいなですね、そういう企画なんですよ。こんだけ話すだけでもなんだそれはって思うじゃないですか。一応番組としてはですね、何ですか、逃げ口実っていうんですかね、その芸人さんに胃カメラの検査をしますよと。で、胃カメラの検査の時に静脈麻酔薬としてプロポフォールを使ってわーっと眠った状態でやるっていうのはね、これよくあるんですよね。なので、検査のついでにロケをしましたっていう体だったんですよ。だけど、炎上しちゃって、で、なおかつですね、日本麻酔科学会がそれに対して声明を出したんですよね。で、それがですね、プロポフォールをはじめとする静脈麻酔薬は本来手術や検査時の鎮静を目的に医師の厳重な管理の下で使用されるものです。特にこれらの薬剤は呼吸抑制のリスクを伴うため、必ず人工呼吸管理が可能な環境で使用される必要があります。このような麻酔薬をいたずらに使用する行為は極めて不適切であり、日本麻酔科学会として断じて容認できるものではありませんっていう感じでですね、もう真っ向から麻酔学会が否定してるっていう状態なんですね。僕もね、麻酔科のね、標榜医っていう資格を持ってて、麻酔に関してはかなり精通してるんですが、やっぱりね、この学会が言う通りですね、僕の意見も。正直ね、今回のこの、炎上騒ぎはね、炎上して当然っていうかね、極めて不適切、不謹慎な番組だったとね、僕も思いますね。完全にアウトです。一応医者の管理下にはやってるんですよ。で、胃カメラの検査もね、やったと思うんですけど、そのついでだからいいだろうっていう体だと思うんですけど、
だけどその麻酔薬を使ってですね、面白おかしい変な演出をしてるわけなの で何が悪いかっていうとね、やっぱりね、まあ、一部の人なんですけど、本当に一部の人が面白がってこれを真似するとか、勘違いして楽しいんだってね、変な使い方をするっていうことが起きて、結果的に事故が起きるとか、もう場合によっては死亡事故が起こりますんで、まあそういうのね、助長する可能性があるのでやるべきではないってね、まあ僕は思うわけですよ。地上波でダメだからネットだから OK とかね、そういう問題じゃないし、まあそもそもね、やっぱり今回のね、プロポフォールをバラエティに使うっていうのはね、医師の管理下で胃カメラのついでとはいえね、やっぱりこれはダメですよ。一部の人はね、真似しちゃいますから。うん。で、まあ、もしも僕にですね、こういう企画があるんで先生やってくださいって言われてもね、まあ、例えば美容のね、手術をする過程でプロポフォールで導入して眠らせるじゃないですか。脂肪吸引とかの手術のついでにプロポール使って眠るするんで、その時にこのダイイングメッセージの企画やらせてくださいってね、持ち込まれてもね、僕は絶対断りますよ。いや、それはダメです。本来の目的とは違うのでできませんと。こんなことやったらね、世間の人がですねお怒りになるし、真似する人も出てくるから、やるべきではないですよってね、僕だったら、ね、絶対言います。で、何がこのお薬怖いかっていうと、やっぱり麻酔科学会が言ってる通り、呼吸抑制、まあ、これがね怖いんですよね。たくさんお薬を流すとですね、意識がなくなって、でなおかつ呼吸が抑制されちゃう、まあ、呼吸って自分でね、スーハースーハーってしてね、酸素を取り入れて二酸化炭素を出すっていう行為をしてるわけなんだけど、それを抑制しちゃうんで、呼吸がね弱くなったり止まったりとかしちゃうんですよね。だから薬が多くてね、呼吸が止まったり抑制したら、すぐにマスクを当てて呼吸のアシストをしてね、人工呼吸管理をするっていうことが大事なんですよ。で、場合によっては挿管したりとか、ラリンジャルマスクを入れてね、呼吸のアシストをするってことが大事で、その管理下でやんないといけないんですけれど、だけどその結構ね、このプロポフォールって使うとね、ポワンと気持ちよくなるんですよね。で、気持ちよく眠れるから本当に良くないんだけど、一部の人がですね、思考目的でやってるんですよ。うん、楽しむ、麻薬とか違法薬物とか、それと同じようなノリでプロポフォールを使ってるって人がいるんですよ。まあ、例えば医療従事者の人、医者とか看護師さんとかで、本当にごく一部なんだけれど、思考目的で勝手にですね、病院のお薬を使って気持ちよくなってる人っているんですよ。まあ、プロポフォール以外でも吸入麻酔薬、正気とかセボフルレンとか、あとケタミンとか、あとオピオイド系のペンタジンとかね、まあ、そういったお薬を病院からくすねて自分に使って、ポワンと気持ちよくなって依存してる人ってね、本当に怖いんですけど、ごくごく一部いるんですよ。僕の知り合いでもそういう人いたんですよ。で、病院からね、排除されてですね、そういう処分下ったと、まあ、バレるとそういう処分されるわけですよね。まあ、バレずにやってる人もいるんですよ。うん。まあ、医療関係者の人がプロポフォール使ってね、ポワンとやってる人だっている可能性高いし、あるいはね、一般人、セレブとか経営者とか、芸能人とかね、まあ、そういう人たちがね、思考目的でやってるってことがあるんですよ。まあ、医療機関で医者が静脈麻酔でやってるっていう場合もあるし、あるいは一般人が、ね、ケタミンとか、麻薬とかね、何ですか、覚醒剤とか、そういうものと同じノリで、まあ、裏から入手して自分に使ったりとか、そういうことできちゃうわけですよね。うん、なので、まあ、そういう番組がそういうの面白おかしくやっちゃうと、一般人の方も真似して、あ、プロポール気持ちいいんだって、ね、やって、そうすると医者が管理してない環境でやって、呼吸抑制で事故が起きる、死亡事故が起こるってことがね、起きてしまうので、なのでやっぱり一部の人がね、やっぱ真似しちゃうんですよね。ほとんどの人はね、やってはいけないってことは分かると思うんですけど、一部の人が真似しちゃうし、そもそもね、このプロポフォールってお薬はね、マイケル・ジャクソンの死亡原因になったお薬なんですよ。マイケル・ジャクソンって
不眠症でずっと悩んでて、まあ、通常の睡眠薬、睡眠導入薬なんかが効かなくて、そうすると点滴取ってそこからプロポフォールを担当のお医者さんが流して、それで眠ったりとかしてたわけですよね。だけどそのプロポフォールでなぜかね、詳しくは分かんないんだけど、まあ呼吸抑制ではないかって言われてるんですけど、それで事故が起きて亡くなられてしまったっていうふうに言われてるわけなんですよね。うん、なのでマイケル・ジャクソンもプロポフォールで呼吸抑制して、ちゃんとね、薬の量をそんなに増やさなかったりとか、呼吸抑制しない範囲内で使うとか、個人差がありますからね、同じ量でも呼吸抑制する人としない人っているんですよね。あるいは呼吸抑制したらちゃんとお医者さんがね、マスク換気などでね、補助換気して、呼吸させてあげれば助かったとかね、まあ、そういう可能性があるわけなので、まあ、とにかくプロポフォールって非常にね怖い薬なので、もう真似する人が出てしまうので、まあ、今回の番組は炎上して当然だし、日本麻酔科学会の声明も本当にその通りだと思います。はい、というのが私の意見です。ご視聴ありがとうございました。